私が勝てば多くの子どもたちの命が助かるんです。勝ってスマッシュの頂点に立って、それでもっともっと今の活動を広めて、もっともっと観客の皆さんというか世の中の皆さんの中に絶対優しい気持ちっていうのは本当にあるので、それにちょっと呼びかけをして、もう優しい社会を作るための貢献をさせていただきたいと思っております。シュリー選手、シズク選手の今のおっしゃられていた活動についてはいかがでしょうか。今聞いていて、私が勝つことによって助からない子どもたちもいるっていうのを思うと、なんかすごく複雑です。